今ですね、ポーランドのクラクフにいます。クラクフですね。で今古都、ここ昔首都があったところが古都です。1608年まで首都がありました。でワルシャワに比べたらまあ小さな都市なので、まあ、それでもヨーロッパだから結構でかいものなんですけど、ね、今いるところが中央市場広場です。中央市場広場ですね。もうかなりの人だかりです。もう旧市街で多分一番ここは綺麗というかね、見どころかなって感じはします。これが聖マリア教会で、かなり高い教会です。すごいね、この人の数たまらないっすよ。ハトたちもね、いっぱいこうパンをね、分けてもらって、ね、食べてます。いいですね、このように人々がね、水に浸ってます。入ってる子もいますね。で、本日2010年6月の19日水曜日、今、時間で言うと夕方6時ぐらい、ね、すごく、暑いです。20度超えてる。